こんにちは、たかしです。ニコンでコスパの一番いいカメラとはという話をしていきたいと思います。ニコンではたくさんのミラーレスカメラが発売されました。その中でコスパのいいカメラってどれなのよというところで僕なりの、ね、考えをまとめさせていただきましたので聞いていただければなと思っております。皆さんはどのカメラが一番コスパがいいと思いますかね。ぜひコメント欄にてコメントをよろしくお願いいたします。さてニコンのカメラ選びで、最も、重要な要素というものがこれですね。オートフォーカス。でこのオートフォーカスについては例えば動き物を撮るとかあとはすごく暗い環境で撮影をするっていう方に関してはもはや僕コスパというかもうこれしかないんじゃないかなと。 Z9 これね選ぶ以外選択肢がまず今のところないと思うんですよ。ちょっと分かりにくいので少し細かく説明しますと初期世代、Z6、Z7 世代っていうのがあって、これがね、オートフォーカスがあまり良くないというところでそれに改良されて発売されたのが Z6II、Z7II の、ラインでございます。でこちらがね、比較的新しめなんですけれども、こちらを使ってね例えば暗いバーで、ライトを8割ぐらい落としてもらってで背景にライトがある状態でフラッシュを焚いて撮影をしたい時にモデリングっていうね、低焦光をたかないで撮影をしようとすると、どうしてもモデルさんの瞳にオートフォーカスがいかないよねっていう問題があってでこれもどうして解決したかっていうとキヤノンの EOS R6 を使って撮ったということで、Z6II に関してもやっぱり暗所は苦手っていう結論なんですよね。なのでこれを超えるカメラっていうともう Z9 しかないんですよ。なので僕はこの暗所で撮影する方そして当然一番得意な分野であるこの動き物を撮る時に関しては問題無用で Z9 を使うべきだと思います。究極のコスパというかいくらお金払っても撮れなければ意味がないんで時間という一番大事なコストを払い続けることになってしまうんでそれは意味がないということで Z9 を買うしかないと僕は思っております。さて今回のコスパというのはそれ以外の分野もう動き物なんかも撮らないたまに撮れればいいよぐらいの形であればここからねコスパのいいカメラとはというところの選択が始まるわけなんですよね。でね僕はニコンはどういう基準で選んだらいいかなっていうのを考えるときにこれを一番重要視するべきなんじゃないのかなと思うんですよ。これ画質、特にねメイン機にするカメラに関してはこれ重視でいいんじゃないのかなと思いますしニコンを使うんだったらその意味が十二分に発揮されるのがやっぱり画質重視したカメラなんじゃないのかなと思うんですよね。せっかくの素晴らしい Z マウントのレンズ群せっかくの素晴らしい光学性能ということでニコンを使うのに画質にこだわらないなんて本当にコストパフォーマンスが高いなんて言えるだろうかという話になってくると思うんですよね。その上で僕が密かに注目しているのがこのカメラニコン Z7 でございます。いや古いしって思われる方も多いと思います。それもそのはず Z7 については2018年の9月発売ということでもうかれこれ3年半ぐらい経過しているカメラになるんですよね。皆さん3年半前って何してましたかね。僕はまだ多分この YouTube のゆるフォトをやっていなかったんじゃないのかなと思います。値段はね聞いて驚け価格コムの最安値に関しては25万7450円本日付ということでねさらに一回り古いため、中古がある程度ですよ、あるので、その中からピンからキリまで値段があって選ぶこともできるというのも強みなんじゃないのかなと思います。皆様このカメラについてねどんなご意見をお持ちでしょうかね。僕はねこのゆるフォトの中でさまざまな VS シリーズをやっているんですけれどもこのニコンの中のね VS シリーズっていろいろやらせていただいたんですよ。そしてこの結論を導くにあたって作成した動画がねこちらなんですよね。まず1本目がね Z6II vs Z7II これはね2400万画素と4500万画素のカメラを比べてみたという動画ですね。そして2本目が Z7vs Z7II ということで Z7 シリーズの旧型と新型を比べてみた。そして Z9vs Z7II ということで最新の Z9 とね Z7II これはねどのぐらい画質が違うのかこれをね比べてみたというシリーズになります。ぜひねこの3本の動画見ていない方は見ていただきたいなと思っております。あくまでもね画質についての評価ということにはなるんですけれども、この3本のレンズから、どうして僕は Z7 をこう一番コスパのいいカメラだと
ということでね、位置づけたかというところについて紐解いてお話をしていきたいと思います。まず1本目、 Z6II vs Z7II。この動画ですね、結構興味深いところがあると思うんですけれども、基本的にはニコンのレンズにはまだ余裕があって、画素を上げれば上げるだけこの画質が上がっていくよというのがね、この動画を通じて、分かったことなんじゃないのかなと思います。当然ね、表現としては Z7II の方がちょっとピーキー、暖かい色、そして Z6II の方が少し寒色色の表現を出すというところになりました。 Z7II なら映らないものが映る、潰れるものが潰れないで映るということでね、素晴らしい対決だったかなと思います。そして2本目の動画、 Z7VS Z7II ということでね、この動画新旧比べてみたら画質どうなのよっていうところで比べてみたんですけれども、画質はそんな変わらなかったんじゃないのっていう結論でございました。ノイズ処理とかいろいろはね、当然新しい方が有利なんですけれども、低ISOで比べてみると両方素晴らしいカメラだったんだなっていうのが分かったんじゃないのかなと思います。当然色の出し方の違いはあって、 Z7II の方はちょっと抑えめです。なんでさっき Z6 と Z7II どっちがピーキーかって話で、 Z7II がピーキーって言ったんですけど、 Z7 と Z7II を比べると Z7 の方がさらにピーキーなんですよね。なんで Z7 はピーキーオブピーキーということでね、非常に温かみのある絵が出るっていうのが印象だったと思います。まさにね、こう尖ったナイフを片手に持っているような状態、デメリットとメリットを背中合わせで背負っているようなカメラが Z7 ですよという結論だったかなと思います。そして最後、 Z7II と Z9 の対決ですね。プロ機である Z9、 そして4500万画素である Z9 とZ7II ではどちらが画質いいのっていう話なんですけど、結論としてはそんなに変わりません。ただメカシャッターレスになった Z9 が、新しく開発されて Z7II と同等の、解像能力を誇っていたというのが、素晴らしい点だったのかなと思いますけれども、ある意味画質だけで見ると同等のカメラだよねっていうのは結論だったと思います。そしてね、それぞれの、まとめをさせていただきますと、まず1つ目、低画素よりも高画素の方が縮小した時も含めてアドバンテージがありますよ、そしてニコンのレンズの強みが生かされますよという点です。2つ目、 Z7 シリーズそして Z9 は画質が同等であると。3つ目、Z7 シリーズも、絵の出し方の違いはありますけど、ローを使うと、ほぼ分かんないレベルなんじゃないかなというところでございますね。この3つの結論から一番コスパの良いカメラを算出していくと、これ Z7 なんじゃないかなというところがね、今回のお話となります。でもさ、待って、言うほどオートフォーカスがさ古いからさって思われる方もいると思うんですけれども、ニコンさんは基本的にはファームアップというのをしっかりとしてくださる会社で、この Z7 についてもね、かなりのオートフォーカス能力の精度の向上がございました。なので他社とか他の機種とかと比較しなければ、基本的には明るいところで撮る分には何にも問題がございません。あと、もうこれ以上のオートフォーカスを求めるんであれば、諭吉さんを払う数を増やしてくださいっていう話になってくるんで、なんでコスパという意味で言うんであれば、このカメラでいいんじゃないかなっていうのをね、僕は推したいところかなと思います。でこのカメラの弱点を僕なりに分析をしていくと、2つかな。1つ目は給電ができません。一番初めのニコンのね、ミラーレスシリーズなんで給電ができない点。バッテリーはね、そんなに長くは持たないので、給電ができると便利って話をずっとしているんですけれども、やっぱ給電ができないっていうのは一つね、弱点かなと思います。そしてもう一個はね、XQD カードなんですよ。なんで SD カードが使えないんで、この記憶媒体としてのコスパは少し悪くなってしまいがちですよ。その代わり早いですよっていうね、そんな感じでございますね。あとね、補足をすると、良くも悪くも色がピーキーっていう話をしたと思うんですけれども、ローで色を調整する分に関しては何も問題ございませんので、皆様ご安心をいただければなと思います。さて皆様、ここまでお話をしたら Z7 の魅力についてね、分かっていただけるんじゃないのかなと思います。しかしながらですね、最後に重大な問題が残っております。これ在庫がなんかちょっとやばそう。そうなんです、皆さん価格コム開いて見てみてください。そうなんです。お問い合わせということで、在庫のある店舗がすごく減ってしまっているんですよね。なのでね、この Z7 がこのまま売れ続けていったとすると、
在庫がなくなる日もそんなに遠くないんじゃないのかなと思います。ぜひね、お求めの方は早めにご購入をいただけるといいんじゃないかなと思っております。というわけで今回ちょっと長くなっちゃったんで、コメント返しは次回行きたいと思います。これからもコスパのいいカメラ、そして使っているニコンについての情報を発信していきますので、そういったものに興味のある方はぜひチャンネル登録をお願いします。良い写真ライフをお過ごしください。では